皆さんようこそアリさんのお家へ今日は餌を集めるアリの中でも甘い蜜を集めるアリを見ていきたいと思います以前の動画でもご紹介したようにアリたちは虫の死骸などを食べていますが植物や昆虫が出す甘い蜜も生きていくのに大事な食べ物です こちらのアリは花の蜜をなめています。花のほかにも植物の茎や葉の裏から染み出す蜜をなめるアリもいます。そして蜜を出すのは植物だけではありません。アブラムシやカイガラムシという虫も蜜を出すのです。アブラムシは セミと同じように、針のような口を植物に差し込み、植物の汁を吸います。そして、そこから必要な栄養分を吸収しています。アブラムシはいらなくなった水分を排泄物として出すのですが、その排泄物の中にアリの大好きな甘い糖分が入っているのです。 花があるわけでもない場所にアリが群がっていたら、注意してみてください。きっとそばにはこれらの虫がいるはずです。こちらはアブラムシに集まるアミメアリです。透明の液体が出てくるのが見えるでしょうか。 もう一度スローモーションで見てください。とっても可愛いですね。こちらはどんぐりの木に集まるアブラムシのもとにやってきた黒山アリです。 アブラムシのもとへやってきたアリは触覚でアブラムシの体をそっと触りながら回ります。この触覚で触られることによってアブラムシはお尻を持ち上げて甘い蜜を出します。そしてアリはその蜜を口から吸い取ります。 アリのお腹もパンパンに膨れて完全に伸びきっていますね。アブラムシのお尻から水玉のように膨れた甘い蜜を美味しそうにアリが吸っています。それでは次に 飼育ケース内のアリたちが甘い蜜を吸っている様子を見ていただきますメープルシロップと水を1対1に混ぜ合わせた蜜をあげていますこの時のアリのお尻の膨らみに注目してください少しずつ変化が見えます おお一気にお腹が伸びて黄色っぽく見えていますはじめとその20秒後のアリのお腹を比較してみます20秒後はじめに比べてお腹がぐいっと伸びていることがわかりますかこのように、 アリたちが食べ物をたくさん食べると普段は内側に隠れている薄い皮が外へ出てきてぐいっと伸びお腹が大きくなりますよく食べたことがすぐにバレてしまいますねみんなでおいしそうにお腹をパンパンにしながら飲んでいます。 このようにアリたちにとって甘い糖分は生きていくのにとっても大事なものです道端の植物に少し目をやるとアリたちがたくさん行き来していることがあります花の甘い蜜や茎に群がったアブラムシやカイガラムシの甘い蜜を。 なめにやってきているのかもしれませんぜひ土の上のアリだけでなく植物の上のアリも探してみてくださいきれいな蜜を吸い取る瞬間が見られるかもしれませんよそれでは今日の動画はこれでおしまいです最後まで見ていただき ありがとうございました。